さあ、それでは今からビアンキ君が斬新な商品の説明をしますんで、よろしくお願いします。ボタンがある、はい。でここを長押しすると電源がこういう風になるんですね。あ、今は今日の日付が上にあって時間が出て機器、今だと Android、 スマホに接続されてて、スマホの接続されてるの？接続されてます。でここがもう今は充電が 77% なんですね、うんうんうん、でここですぐ分かるようになってるんですね、うんうん、でセンサーが接続されていませんと。はい、ほう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 。でもしもスピードメーターが見たければ、ここのボタンを押してこうしていくと、ちゃんとスピードがと、うん、あと時間もすぐ分かるんで、うんうんうん、このスマホに接続されてる。はい、もう一個押すとこれがタイムが測れるんですね。タイムっていうのは何キロ何キロまで走るといいですよっていう形のやつと、あと経電数と、あラップタイム、ラップタイム、あこれ周回コースとかのやつだですね。心拍数も測れるですね、心拍パワー、10秒パワー。へえ。バックライトとかついてんの？バックライトはここですね。ここのボタンを押すとバックライトだとすぐ分かりますね。あ、何これ何これ。あ、メニュー画面だ。メニュー画面です。アラート、オート、バイク設定、個人設定、記録。うん。ナビゲーション。ナビゲーションもついてます。へえ。で、もしもこのスマホがこのアプリを開いて、もしもコウノミヤ OK として今ダウンロード中で、でこれをこのまんま5キロで何キロ何キロ曲がってくださいってすぐ分かるんですよ。すごいね。へえ、これがあれだ、ナビゲーション、ナビゲーションだ。なんか一本線なんで分かりづらいですよね。今これをさ、地図で出せるの、はい、でこれをやめる場合はこれをキャンセルしていただくと、あすぐ切れた、消えました、ね、そう、そういう感じでね、ミニ GPS 一応初登場でこういう形ですね。かなりね小さいんですけど、ボタン式で直感的な操作ができますからね、うん、とてもいいよね、いいよねこれ。いいです。こういう形で、ございます。これだと1万2000円ぐらいこのポパイさんで買えるという話でございます。はい、今日はデザインのミニ GPS ですね、これを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございます。